コダー・イゾルターン、コダー・イゾルターン、古代ゾールトン、1882年12月16日から1967年3月6日は、ハンガリーの作曲家、民族音楽学者、教育家、言語学者、哲学者。ケチケメイトに生まれ、幼少時代の多くをガラーアンタと同じンバと、現在のスロバキアのトルナバで過ごす。父親は熱心なアマチュア音楽家で、 コダイは子供の頃からバイオリンの学習を始める。聖歌隊で歌い、また曲を書いたこともあったが、系統的な音楽教育を受けることはほとんどなかった。1900年、コダイは現代語を学ぶためにブダペスト大学に入学し、同時にブダペストのフランツリストアカデミーで音楽を学び始める。そこでコダイはハンス・ケスラーに作曲について学ぶ。 ドイツ人のケスラーは、ブラームスの音楽を信奉する、保守的な作曲家であり、マックス・レーガーのいとこであった。民謡について真面目に取り組んだ初期の研究者として、古代は、民族音楽学の分野における、重要人物の一人となる。1905年から人里離れた村を訪れて、曲を集め、1906年には、ハンガリー民謡に関する論文。 ハンガリー民謡の施設構造を書く。この頃、コダイは、領友のバルトーク・ベーラに会い、彼に、ハンガリー民謡の手ほどきをした。二人は共に、民謡集の出版を手掛けた。また、自らの作品にも、民謡の影響が現れていた。哲学と言語学において博士号を授かると、コダイは、パリへ行き、シャルル・マリー・ビドールに指示。そこで、 クロード・ドビュッシーの音楽に出会い、その影響を受ける。1907年にブダペストに戻り、ブダペスト音楽院教授となる。コダアイは第一次世界大戦中も休みなく民謡収集の旅へ出かけた。コダアイはこの間にも作曲を行い、2曲の弦楽四重奏、チェロとピアノのためのソナタとバイオリンとチェロのための二重奏曲を発表するも、すぐには、 成功を収めなかったが、1923年に、ブダペスト合併50周年記念の演奏会で、ハンガリー詩編が初演され、大成功となる。この後コダーイは、自身の楽曲の指揮者として、ヨーロッパ中をめぐることになる。1925年の児童向け合唱、ご覧、ジプシーがチーズを食べているの作曲をきっかけに、コダーイは、音楽教育における問題について、 大きな興味を持つようになる。教育用の曲を多数書き、同様に書物も出版する。この分野における、コダイの研究は、ハンガリー内外を問わず音楽教育に重大な影響を与えた。論評者たちはこの手法を、と呼んだが、実際にはコダイは、包括的な手法を作り出したのではなく、むしろ音楽教育を理解するための原理を定めたという点から、 誤った呼び名であるとされる。古代はまた、プロの合唱団のための曲とともに、マローシュセイク部曲ガランタ部曲クジャクによる変装曲、ミサ、ブレビスといった作品を作曲する。オペラ、ハーリヤーのュの組曲も、オペラそのものの上演は少なかったものの、有名となった。このような作曲活動と並行して、1920年代にも引き続き、 ハンガリーの村々を回り、民謡を収集、録音する作業を続け、民族音楽における多数の論文を執筆し、また民謡に基づく合唱を作曲していった。1930年には、ブダペスト大学の哲学科で学生に講義を行い、その中の討論で民族音楽の歴史と意義についての議論を深めていった。古代は、 第二次世界大戦中もブダペストに残り、1942年に教職から退いた。戦争中は、イクサウタや、神の奇跡など、ペテー・フィジャアンドルの愛国、革命の死に対して、数曲の作曲をしていい。戦闘がブダペストで始まると、修道院に退避し、そこで、オルガン曲のミサブレビスを合唱、独唱、オーケストラ用に編曲した。 戦争が終わった1945年にはハンガリー国民芸術会議の議長となり、1962年にはハンガリー人民共和国の国を受ける。コダーイはその他に国際民族音楽評議会,会会長、国際音楽教育協会名誉会長の職に就いた。1956年のハンガリー動乱の際には、ナジームレ支持者から大統領候補に押される向きもあった。 1958年、最初の妻エンマが死亡、翌年12月、再婚する。その後、1960年から66年にかけては、毎年、海外に長期旅行し、様々な講演や会議への出席をこなした。古代は1967年に亡くなり、ブダペストのファルカシュレート墓地に埋葬された、長期滞在中に1945年に、 アメリカで隠しした名誉バルトークも1988年にこの墓地へ再埋葬されている。両親ともハンガリー人でほぼ全生涯をハンガリーで送った作曲家であり、ハンガリー人の芸術家として最も尊敬され、よく知られたうちの一人であった。1966年、聖教の前年に古代の名を冠した弦楽師重相談が結成される。 最初の妻エンマ、旧姓、シュレイジンガーも作曲家であった。現在知られている古代の作品は、1897年の、原稿から1966年の成城曲、合唱曲、ハンガリーミサ曲マジャールミセ、オルガンさんからウデスオーガニーものまで多き、長期にわたるが、中でも際立って、合唱曲が多く、また他の同時期の作曲家と比べて、 自動混声の合唱曲が多いのが特徴である。古代の合唱作品はマジャル語の作品の中でも特に知られており、日本で取り組む合唱団は数多い。還元楽曲の大部分は1930年代に作曲されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。